指導。なんか指導ってすごい中二病感ありますよね。どうしたんだい豆っ子。豆っ子。飛びっ子しか知らないんですよね。皆さん飛びっ子って知ってます？小さい女の子がナイフを持って走り回ってたぞ。保護者はどこだ？食べログ2.2 ぐらいですかね。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、もしくはおはようございます。さあ、今日もゲームを始めていきましょうか。本日やっていくゲームはこちら、ネクロバリスタというゲームになります。2020年ですかねに発売されたアドベンチャーゲーム、ビジュアルノベルっていうんでしょうかね、です。まあ、なんでこのゲームを今やるのかよくわかりません。まあ、これ出た直後に気になって買ったんですけど、また完全に積んでましたので、唐突にねやってみようかなという気分になりましたのでやってまいります。このゲームはね、PC 版、Steam とかのね、PC 版と、あと iOS かな、Apple アーケードにあるみたいなんですけど、家庭版がね、発売予定があったみたいなんですが、今のところ見る限りちょっと発売されたっていうのが確認できなかったので、ひょっとしたらまた出てないのかもしれません。で、ちょっと最初にね、設定をチェックしていくんですけど、事前にちょこっとだけやりました。ちょこっとだけ触りの部分やってね、調整したんですけど、まあ速度、テキスト速度とかね、ここに出るんで、まあ別にこれぐらいでいいかなと思います。一応クリックで進んでいく感じなんで、どんどん勝手には進まないので大丈夫だと思います。グラフィックはこうで、コントラストとかもこんな感じでいいんじゃないかな。BGM とかもそんなに大きくはないと思います。で、唯一大幅に変えたのはね、このカメラ揺れっていう設定が多分最初こんぐらいだったんですけど、わかりますかね、こう。マウスをこう動かすとね、結構画面が揺れるんですけど、人によっては気持ち悪くなるかもね、知れないので、このぐらいにしときましょう。でね、ちょっとだけ進めてやったんで、続けるが出てますけど、最初からやっていきたいと思います。ローディング画面がね、なんか可愛らしいんですよね。アニメーションよくできてる。彼らを思う、遥か彼方の墓を。彼らを思う、二度と会えない仲間を。彼らは杯を捧げる、そして悲しげに言った。こんな感じでね、動きがあるんですよ。メイト、仲間の冥福を祈り、酒を飲む。ヘンリー・ローソン。コホ、コホ、コホ。なんてジメジメしてるんだ。なあ、地下室なのはわかってるけど、窓とか開けられないか。ああ、外に繋がってる通気口があったはずだ。マディ、開けてくれるか。新鮮な空気を入れたい。大きなゴミ箱で塞がれてたかも。それに今、手いっぱいなの。我慢して。ウーム。ウームつっても事務所じゃないですね。結構ね、ところどころにこういう動きがね、入るんですよね。早く終わらせられないか。前にもやったじゃない、ジーヤ。準備に時間がかかるのは知ってるでしょ。ほんと落ち着いて。その口の聞き方はよせ。三点リーダーがでかいんだよね。ごめん。もう少し明かりが欲しいんだが。こんなに散乱してると、せめて足の置き場は知りたいね。アシュリーお願いできる？伝統はちょっと結構ね、古めかしい感じですね。すごいね、なんかこう。これ木の根かな？あ、なんかこれ見えそう。木のせい、見えそう。違うか。1、2、3、4、5人いるのかな？ありがとう。前よりは整理できてるようだ。ああ。まあ練習を積んだからね。ねえ。マディ、ワイヤーはあとどれくらいいる？
手が機械になってんのかな。それで十分よ。よし。指導。なんか指導ってすごい中二病感ありますよね。チェイ。どうしたんだい、豆っ子。豆っ子。飛びっこしか知らないんですよね。皆さん飛びっこって知ってます？ちょっとここでは割愛しますけど、気になる方は飛びっこで検索してくださいね。椅子を持ってきてあげたよ。お、ありがとう。パンツ破れすぎじゃないこれ。すっごいよ。こんな蜂の巣みたい。なあ、これってさ、当然合法じゃないよな。マリがはっきり言わなかったもんで。ああ、評議会はこれを問題行為とみなした。それなりの理由はあるだろうが、自然の秩序を完全に乱すからだ。ただの官僚主義ではない。気にするな。ルールってのは大概曲げられるものさ。言ってることはよくわかるんですけどね。ちょっとあんまりね、こう、大っぴらには言えないですよね。はあ。そしてマディは特にルールを破ることに魅了されてるのさ。もう気づいてるだろう。ちょっとマディ一人を褒めないで。うん。なんかこう、保安官みたいな。ギャンブルのことか。ああ。それじゃ、あの定員儀式は。ああ、今やってるのと同じ類のものだ。もっと小規模だけどね。大規模なのをやるには、それなりの準備がいる。定員儀式。それに関する情報はすべて評議会に規制されてしまった。理由があってのことだ。もし失敗したらどうなるんだ。まあ、二度失敗する人はほぼいないね。いや、そもそも二度とやらないと言うべきか。よほどしぶとい学者以外はね。それでその魔法をなんて呼ぶんだ。科学技術なのか、こういう魔法ということなのか、はっきりしませんけど、体制派があって、ここにいる人たちはちょっとなんていうかね、反体制的な何かをしようとしてるんでしょうね。意味のない質問だな。禁止された術の呼び方など。かっけえはどう？かっけえ。私はそれで。まあ定義上は伝道儀式だ。だが、ご大層な用語を取っ払えば、こう呼べる。モデリングのクオリティすごいですよね、これ 3D。よくできてる。ネクロマンシー。亡くなった方を読み戻す気か？お。あら。急に、なんというか、FPS 的な視点が。ちょっとこれは聞いてない。ああ。あ、いたって普通の FPS というか。ぬるぬる動きますね。カメラ揺れを切ってるせいかな。これは？ターミナル規則。ターミナル規則。マディのルール。聖者も死者も歓迎いたします。お客様のご案内は到着順になります。すごいファンシーなドクロだよね。マディのルール。1. 聖者も死者も歓迎いたします。お客様のご案内は到着順になります。あ、多分これ、ちょっとね、私に被っちゃうんですけど、これね、私をこっちに移動させると、それはそれでまたおかしくなるんで、ちょっと読みますね。2. 誰が聖者かを、誰が聖者か尋ねてはいけません。数えた相手には向こうから、違う。2. 誰が聖者か尋ねてはいけません。教えた相手には向こうから教えてくれるでしょう。3. 死者には24時間の猶予があります。時間は厳守です。24時間5分ではなく24時間です。4. Wi-Fi はありません。
携帯もつながりません。エーテルと電波が混ざると大変だからです。5. 壊れたものや異常現象を見かけたらスタッフに報告してください。知らせていただけなければ、我々も割れたグラスや次元のほころびを片付けられませんので。6. 幻影に餌を与えないでください。食事ができない彼らに残酷な現実を思い出させるだけです。幻影。戻る。さあ、読んだけど、あら、扉開きましたね。あ、木が。これあれですかね、冒頭のさっきの木の根っこみたいなところがあったので、この下がさっきの舞台なんですかね。ここは？あ、お食事が用意されてる。クリックできる？先へ進む。もうこんなのね、行かざるを得ないですよね。あ、パート1。では今ので冒頭の部分が終わりかな？パート1。コーヒー入れてるんですかね。まあ、バリスタっていう名前がついてますから、まあ、コーヒーもね、関係あるんでしょうけど、私はね、今、めっきりサルタヒココーヒーのコーヒーベースを使って、ソイラテばっか作ってますね。昔はね、豆から引いてたりしたんですけど、もうね、めんどくさくて、もうね、サルタヒココーヒーのコーヒーベースおすすめですね。カフェ、ターミナル。オーストラリア、ビクトリア州。カールトン、3053。3053年ってことかな。ネットレビューより抜粋。コーヒーはごく平凡。バリスタが中国語を話す。客をからかうとき専用だが、俺の帽子を指さして何か言っていた。気になるだろうが。小さい女の子がナイフを持って走り回ってたぞ。保護者はどこだ？食べログ2.2ぐらいですかね。ムードがありすぎて物憂な気分に。こけたコーヒーに苦情言ったら、は、ぐちぐち言わないでって逆切れ。今まで飲んだコーヒーで一番、5つ星。追加情報、私は味覚音痴です。食べログ1.5ぐらいかな。お金出せばね、だいたい3点何ぐらいまでもらえるんですけどね。ドアが閉まる。なんかサンダルできましたね。マディはため息をついてグラスを磨き始めた。彼女は今入ってきた人物に目をやったが、その男はカウンターに近づくこともできずにいるようだった。おーい。そこのメイト。メイトって冒頭で仲間って言ってましたね。大丈夫？お。ん？この反応は。あんた、俺が見えるのか？死んでるってこと？これなんか工事用の工具みたいな。ええ、くっきりと。何か注文する？俺、もう何時間も歩いてて。あ、これクリックできる。ん？時間、汽車の時時間が長く感じただけなのかもしれない。ふらふらとさまよいながら時の経過を判断できるものだろうか。なんでしょうね、これ。補足説明みたいな。話しかけても誰も返事しないし。どうやってこんなとこに？入り口からかな。彼は緊張した様子で笑うと深く息を吸った。そうだな、ここはどこなんだ？この男性が死者のためのターミナル。なるほどね。そういう設定なんですね。ちょっとクリックするタイミングがよくわかんないんだな。カールトンで最高のね。死者。自分が死んだって気づいてなかったってことですかね。うわ、すっごいドヤ顔。いや、ほんとね、これ 3D よくできてるよね。
最近のなんかこう、トゥーンシェードってすごいですよね。評判なのよ。死んでもいいほどのコーヒーってね。どう言えばいいのか。まだ分かってないんだけどさ。何でも聞いて。いつものことだからげっそりとした死者が戸惑った顔で入ってくるのは。で、何を聞くんだ他のやつは。だいたいそれからね。ああ、くそ。それもいいわね。それから気まずそうに黙り込む。黙る。平穏と静寂を好むマディでも気まずい沈黙というものはある。なるほどね。まあ、ちょっとした補足だからあんまりクリックする必要ないかな。分かったから。あんたにはここに来るやつみんなに意地悪をするのか。それとも俺みたいなしょうもないやつだけか。しょうもないやつだけ。そうだろうな。俺はこれまでだって周りの人に蔑まれてる気がしてた。ちょっと、冗談を言っただけよ。いや、あんたは正しいよ。俺は情けない奴なんだ。自分がどんな死に方だったかわからないけど。すまないね。きっと惨めてくだらなかったんだろうな。俺自身がそんな奴だから。俺はもう、いい生活を目指すことさえ。ご家庭とかあったんですかね、彼には。もうずっとこのままなんだ。ねえ、ちょっと。そして俺は死者のカフェでバリスタの前でぶっ壊れてる。しっかりしなさい。彼は目をしばたいて徐々に我を取り戻した。カフェで取り乱すのはなしよ。あなたは絶対大丈夫。約束する。今どんな状態かわかってるから。まさか、あんたも。違うわ。でもあなたのように扉をくぐってきた人を何百人と見てきたから。そんなに？ずっとお見送りしてるんですかね。じゃあ俺は混乱ぶりまで平凡なのか。俺って何をやっても。なんかこう平凡っていうのを嫌う人もいますけど、私ってよく変わってるって言われるんですっていうやつ大体大したことないですからね。平凡って悪くないと思うんですよね。記者。あなたが次の場所へ行くまで、この世界で残された時間は24時間。なんかルールに書いてありましたもんね。その時間をずっとくよくよして過ごしたいの。24時間だって。ああ、しまった。私が言いたかったのは、大丈夫だってこと。まずは深呼吸して。きっとなんとかなるから。ここって、カフェは、経営はどうなってるんですかね、これ。死者ってお金払えるんですかね。悪いな、ほんと。すま。騒ぐつもりはないんだ。私も他にやることはないし。気にしないで。本当か？俺迷惑じゃないか？ええ。元気出して。この場所について紹介させて。結構面白い場所よ。私がここに迷い込んだのは4年ほど前。回想シーンですか？いや、飛ばされたね。というわけで、それが次の場所に行くまで残された時間。24時間よ。なんか、すごい大事なストーリーがすっ飛んでる。すごい大事なストーリーがすっ飛んでる気がしますけど、なんか、そこの部分はおいおい説明されるんですかね。24時間以内に殺した犯人を突き止めろ。なんて探偵映画があったら面白そうだよな。この方なんかちょっとガテン系みたいな感じですけど、なんで中高年男性って一定以上の年齢になったらね、急に数珠のアクセサリーとかつけ出すんですか？もう死んでも数珠とかつけたくないんですけどね。
時間との戦いなんてな。そうね。でも最後には次の場所へ行っちゃうでしょ。意味ないんじゃない？次の場所に行っても気になるものかしら。ま、私がニヒリストすぎるのかも。つい話に水を差しちゃうの。実際犯人探しはプレッシャーだろうな。正直、まだこの状況がピンとこないんだ。確かに少し突飛な話よね。ああ、その言葉だ。それが言いたかった。ボキャブラリーが貧困なのかな。ただ、シーンが寝てる間に静かに息を引き取ったとかだと少し残念だよな。そうね。大抵の人は殺されて死ぬわけじゃないから。多いのは、病気、老衰、それと芝刈り機の事故。芝刈り機の事故嫌だな。まあ事故ということになってるけど、実際には悪霊に憑依された芝刈り機って結構多いの。すごいよ、もう。B 級感半端ないですよ。B 級ホラー映画。アルバトロスとか作ってそう。とはいえ。おいおい、ちょっと待ってくれよ。さらっと流すな。憑依された芝刈り機。本気か。回転陣が霊を引き寄せるのよ。テーグ、ゴミ処理機、ミキサーとかもね。本当に鬱陶しい奴らよ。うちのミキサーも毎月除霊しないとダメ。そりゃぶっ飛んでるな。ん？なんか動きました今。で、こう聞いたら変かもしれないけど、ここにいる人はみんな、死者？あ、あんたはここが死者のカフェだと言った。みんな死者ってことか？それとも幽霊のいるカフェが好きってだけで来る人もいるのか。本当に幽霊いたらね、一部のマニアにはたまらないでしょうけどね。ちょっと言葉が足りなかったわね。誰もが死んでるわけじゃないわ。だけどここは彼岸と死岸の境にある数少ない停留所の一つ。だからあなたのような人もよく来るの。そのせいで、家賃がとても高いのよね。なんか事故物件だからめっちゃ家賃安くなりそうですけどね。家賃、家主、受動利益を求める人たちの思想。ん？なんだ？で、人の出入りが多いことを地元の吸血鬼どもが知ってるから。吸血鬼？吸血鬼って化け物のあれか。うん。人の金を吸い取るただの金持ちを。比喩表現ってことですかね。そうか。似たようなものだな。ボタンホールのところがこれ十字架になってんだよね。さて質問に戻ると。今ここには9人の客がいる。あなたを含む9人のうち、4、5人は次の世界へ行く途中に立ち寄ってるだけ。どうしてわかるんだ？ここでずっと働いてると、第六感のようなものが働くのよね。なるほど。第六感といえば、トラブルを察するっていうのもあってね。第六感が2つ。もうそれは第7感なんで、セイントセイヤーですよね。セブンセンシズですよね。トラブル？なんか起きるんですかね。ん？なんかちっこいの来ましたよ。ごきげんよう。アシュリー。あ、これプロローグいましたね。豆っ子。飛びっこじゃなくて豆っ子。アシュリーという少女は数年前にマディとチェイを見つけ自分の家族にした。子犬が音の鳴るおもちゃを見つけて自分のものにするかのように。彼女は猛烈に知能が高く末おろしい天才少女だったが、やはりまだ子供だった。今日の彼女はモーターオイルの匂いをプンプンさせている。右腕がオイルまみれだ。マディは後で関節のオイル拭き取りを手伝うことになると理解した。あ、さっきやっぱり右手機械でしたもんね、この人。アシュリーの表情は、私無敵の天才だからと言わんばかりだ。すごいメスガキ感がするんですよね。一部のマニアがとっても分からせたくなる顔してる。あれ、先行かないな。
それが概ね事実であることが、マディは腹立たしかった。その顔何か狙ってるわね。悪事をしなさい。何のことわからないな。うわ、ほんと、やばいね、これ。メスガキマニアが寄ってくる。ちょっと動画の色が変わっちゃうね。とぼけないで。今度は何が欲しいの？お客の相手で忙しいの？ああ、俺なら気にしな。アシュリー、私は今、接客中なの。ネジを締める間だけ誰かにジョイントを支えてほしいの。クランプはないの？前の誕生日にあげたじゃない。全部使用中、他の大切なことに。多分。10分くらい前に上で見た気がするけど、手伝いが必要なの。アシュリー、私は今忙しいの。お願い。なあ、俺が、いい表情付けしてますよね、これを。手を貸す。手を貸す。アシュリー、仕事の邪魔をしないで。いちいち上に行ってドライバーを持ってあげたり、あなたのくすねたナイフを回収してたら何も終わらない。ねえ、彼すごい置いてきぼりにされてますけどね。アシュリーのおねだり顔はレジェンド級だ。しかしマディは体勢を得ていた。ダメよ。じゃあチェイは手伝ってくれるよね。なあ、チェイはキッチンで食器洗い機を空にしてるの。おーい。覚えてる？あなたが1時間前に片付けるはずだった食器を。ああ。へへへ。俺は気にしないから。ねえ。その人を連れてっちゃダメ。どうせすることないでしょ。死人だし。ちょっと、聞けって。怒らせないで。彼はリラックスしたいのよ。死ぬって大変なことなの。死ぬって大変なこと、まあそうだね。それに失礼でしょ。前にも言ったじゃない。お客の前ではもっと礼儀正しく。おい。俺は上に行ってもいい。本当だ。他にすることもないし。俺は実際超死んでる。超死んでる。でもいいんだ。そうさ。俺は記者。正真正銘の死者さ。本当にいいの？彼女を上で戻らせてもいいのよ。誓って大丈夫だ。気にするな。ただ座っていても邪魔になるだけだし。完璧。さあおいで我がしもべ。メスガキに屈しましたね。仕事頑張ってるわ。さあ、キシャンがメスガキに連れてかれてしまいましたけれども。あ？ちょっと待って、これ時間的にちょうど30分ぐらいだな。次のシーンに行きそうですけど、ちょっと時間的にちょうど良さそうなので、ここで区切りにしたいと思います。ネクロバリスタね。まだ全体像は見えてきませんが、死者が集まってくるカフェがね、物語の舞台になるようです。ここからね、先どんなストーリーが展開されるのか。全体の尺はね、多分そんなに長いゲームではないっていうのは聞いてるので、ちょっとね、コンパクトに動画にまとめていけたらなと思っております。では今回も長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画で皆さんとお会いできれば幸いです。チャンネル登録や高評価、コメントなどいただけますと励みになりますのでよろしくお願いいたします。では、お疲れ様でした。じゃあね。